これ夕焼けだんだんですね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる、くるぶしちょまです。はい、やってまいりました。パンってできんかった。はい、今日はどこですか。こちらですね、うん、荒川区の三河島でございます。おお、なぜ俺昔住んでたことある。俺昔住んでたことあるということで今日はですね、2人が昔住んでたことがある、三ヶ島日暮里エリアをですね、2人で歩いて、うん、まあ、お散歩しつつ、まあ、しつつね、まあ、ちょっといろいろ振り返っていこうかではないかと、ね、いいね、思い出プレイバックしようではないかと。あ、いいですね、ちょっと、うん、泣いていいですか早い早い早い俺ここの駐車場何の思い出もないかということでですね、はい、ということで、ちょっくら2人でブラブラしていこうと思います。レッツゴー。ここ前住んでた家なんですけど、いろんなミュージシャンが泊まりに来てくれてね。ああ、そう、はい、ここなんですけど、これ、はい、まだ残ってました。残ってますちょっとお酒飲んでいいかなここのどの部屋。僕はあそこです。あ、もう誰か住んどるね。住んでるね。そうか、そこにね、ベランダにガーデンテーブルセットを置いてね、よくお酒飲んでたんですが、ね、カメラ止めて、止めて。ちょっとね、いろいろ思い出すこともありましたけれども、ね、まあ、いろいろありますよ、生きてれば。そら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 よ、うん、次はちょっと俺が上京して初めて、ね、うん、住んだマンションにちょっと行ってみようかなと思います、うん、結構思い出深い場所ですね。思い出深いよ。その住んだ年の夏に外壁 の、うん、塗り直しが行われて、ほうほう、真夏に全面をブルーシートで覆われるという灼熱の地獄やで、わけわからん行事が行われて考えをやる時期をね、遅いで、室温とか普通に40度とか言ってたんで、いや、マジでほんまに熱中症なるやつやなるね。それがね、今三河島の有名なスポットになってますけどね、ガチャピン色した、ガチャピン色、ガチャピン色したマンション言って、どんな色なんですか。クソほどガチャピン色してますからそれこそ、うん、ほんまにその色やその色、その星の色の、こんな色のマンションがあるわけないじゃない。そうなんですよね。まあ、あるわけないんですけども、まあ、ちょっと今から向かっていきたいと思います近くまで歩いてきたんですけど、あ、そのね、ここをね曲がればね、もうマンション見えるんですよ。お、うん、もうてか俺今ねチラッと見えちゃったけど、うん、だいぶガチャピンスまあね、さっきはねそんな色のマンションはあるわけないって言ってましたけどね、まあ、近くに行ってみないと分からない、まあ、からないか。というわけでね、ちょっと曲がってみたいと思いますね。ピリキチガイしか選ばない色だよ。懐かしい、この辺の、あ、こんなラーメン屋なかった、こんな名前じゃなかった、このマンションもなかった。あ、本当、うん、あ、見るからに新しいもんね。ここあったよ、ここでさっき買った、よくここがカフェテラス。あ、ここ何回か来たことある。あ、そう、うん、うわ、純喫茶って感じ。そうそう、これ写真撮ってほしい。やね、これなかなかないよ、今そう、ほんで今あのピンクの車が止まっているところに機材車止めてました。ハイエース。そうなんだ。そう、ほんでなんか勝手に止めてるやつがおって重く喧嘩になったっていうね。へ、いるんだね、そんなやつ。そうそうそう、ずっとバババババって鳴らしてずっと止めやないかい怖い怖い、ドキュンの本領がこれね、ここから見るとあれなんですけど、この横なんですよ、この感じ、この色ですよね。やば、懐かしい。ちょっとこの辺の場所か。あ、
ニステ場とか見る分には不法侵入ちゃいますよね。チャリ止めてたわここに。引っ越しの時に食洗機とかを捨てようとしたら、うん、オーナーさんがえそれ捨てちゃうのとか言って、うん、じゃあもらってもいいかなみたいな感じで全然全然待ってくださいってあげたね。なんかいいエピソードですね。そうそうそう、微笑ましい。そう、しかもなんか退去する時も、うん、不動産屋が、うん、敷金がなくて入居したから、うんうん、修繕費でいくらいくらみたいなことを言い出して、うんうん、いやいや修繕も何も俺らが直したんやけこの辺とか全部みたいな感じで、うんうんうん、で全部俺らが綺麗にしたんやけとか言ってクリーニングも入れてんかったとか言って、うんうん、で結構俺らがおらみたいになったから、うん、その大家さんが、うん、いやいやでもこの子たちは本当にいい子たちだったし、うん、一緒に屋上で花火とかみたいな大家さんって悲しいね。ほんで家賃滞納とかも一度もなかったし、うん、いやもうそこはもう大丈夫ですみたいな感じで、うんうんうん、そう不動産屋と喧嘩になりそうなところね大家さんがまとめてくれたりとか。あー素敵やね。そう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 、今もじゃあ会ったら分かるか。分かると思う。あん時のですって一緒に花火見た言うて、うわーなんかちょっと感動しちゃったわ。俺らの部屋からしか行かれへんのよ屋上に。あそうなんだ。そう、あとはその鍵を持ってる大家さんだけ。ほうほう、普通のよくあるマンションの階段からやと、うん、もう閉まってるんよね屋上に行くところのドア。でも俺らの部屋からは行けるドアがあるんよ。へえー、すげえ。だから俺らが上で、うん、その隅田川の花火大会とか見えるからさ、あーいいねー。そこあそこの酒屋で酒買ってめっちゃいいね。メンバーで花火見てたら大家さんとか上がってきてああみたいな感じで、あ一緒に見ますかみたいな感じ、一緒にやりますかみたいな。これいいエピソードやね。いやそうだね。スーパーにさ、うん、俺が悪魔の格好して、うん、でもう一人のボーカルのピエンが金色の電車でデートに行ったりして、あいのここは軽いな。悪魔ってこの間のやつだ。いやもっと違う、もっと普通の悪魔、真っ黒の。そんなんでええの？そんなんでいける？そう、店員さんとおじいちゃん。気持ち悪いやん。あれとかまだ YouTube 残ってんちゃうじゃない？あそうなんだよ。でリンク貼っときます。ちょっとスーパー向かいたいと思います。はい、そんなスーパーがビッグ A に変貌を遂げていたのでみんな変わってくんだよね。そうだな、10年ってそういうことやな。いやでも俺が行った時もビッグ A じゃなかった。あそう、うん、俺多分5年前ぐらいなんですけど。そっか、うん、まあちょっとビッグ A に変わってたということで、あのでかいパン買いに行きます昔からそしてあの結構三河島は俺らは思い出深くて、うん、結構こういろいろエモーショナルな話できるんですけど、はい、フォトジェニックスポットがほぼほぼ少ないので日暮里に移動したいと思います。行きましょう。海は帰れない、何決まってるやろ。